はい。今度の子は虎っぽくて可愛いな。赤生地の猫とかめっちゃ可愛いよね。彼は虎を虎みたいでかっこいいだろ。男の子かい。また読まれた。それじゃあ虎をよろしくね。おう、任せとけ。俺は虎をよろしくな。よろしくお願いします。俺が出す問題は高橋君より簡単じゃないぜ。お前もこれまでの人間と同じように猫にしてやるよ。いや、もう1回目から猫になってます。なんなら。おお、なんかオラオラしてるな。じゃあ、クイズを始めるぞ。いやー、もうこれなんかもうすでにちょっと自信ないっすよ。中級編スタート。猫が汗をかくのは肉球です。そう、正解だ。猫は体のほとんどが毛に覆われていて、汗をかくとこがね、肉球なんです。はい。はい。これです。この座り方かわいい。もう、正解だ。これはね、なんて読むんだったっけ？ちょっと忘れちゃったんだけど。そう、手をね、内側にこうキュッて入れてる時のね、寒い時にやりがちな感じがする、猫は感じ取ることができない味覚。え、知らないんだけど、甘味か甘味か甘味っぽいよね。俺らは甘味を全く感じないんだ。ってことはよ、もう、私がいつもあげているね、猫のおやつのね、クリスピーキスっていうのがあるの。それってさ、人間で言うとクッキーみたいな存在なんかなって思ってたんだけど、甘くないんやね。ちょっとショックなんだけど、鍵しっぽです。うちの猫もこれなの。てかな、うちの子が初級編っぽくない？鍵しっぽは幸運を呼ぶと言われてるんだぞ。でもさ、実際は骨の変形をしてるから、そこを触られると猫ちゃんも痛がるんだよね。そう、あんまり好きじゃないんで、そこ触られると痛がるんだよ。ラングドシャというお菓子は猫の部分、知らない。下か、耳かな。もう知らないよ。残念、外れだ。ちょっと待って、それは猫クイズじゃない。お菓子のクイズじゃないですか。残念だったな。そう、さすがに初級よりは難しかった。知らんから、お前そのバッグの中に入っているのって。え、待って。ラングドシャ。何それ？ラングドシャとは？ラングドシャとは。何これ？猫の舌と呼ばれるんだって知らんがな、そんなの。お菓子は知らん。猫チュールが大好きなんだ。虎はもう他の猫ちゃんみたいにチュールに目がないんだね。ゆっくり。はい、どうぞ。バク。これで最後のチュールだよ。猫チュールありがとな。ちょっと2回目の不正ですね。2回目の不正が今行われました。いや、だから知らんって、舌なんですね、じゃあ。お菓子については知らん。ラングドシャはフランス語で猫の舌という意味があるんだ。猫の舌の形に似ていたから、もう、知らんがな。この猫が名前がついたみたいだぞ。次の問題に行くぞ。猫の日。これじゃない？ 2 月22日、にゃんにゃんにゃんの日。正解だ。にゃんにゃんにゃんだな。8月4日は世界猫の日だぞ。知らんかった。生まれたての子猫。これは青色なんですよ。綺麗なんだよね。正解だ。子猫の目の色はキトンブルーと呼ばれる青色をしているぞ。成長していくにつれてこの目の色は変化していくんだ。そう、青じゃなくなるの。でもね、青色の人めっちゃ綺麗だよ。猫は自分の身長の何倍ジャンプできる？まあ、5倍はいけんじゃない？相当飛ぶからね。マジで相当飛ぶからね。でも人間の背丈は言い過ぎか。でもそのぐらい飛ぶよね。俺らの身体能力すごいだろ。はい。もうここまでわからんす。でも結構速いはず。そう。めっちゃ噛んだけど。車並みに速いだろ。猫科界では一番遅いんだけど。まあ、虎とかはね、図体でかいから。でもさ、ここまで知らん、さすがに。野良猫の平均寿命は。多分ね、こんぐらいだと思う。短いんだよ。正解だ。数字は見合わせたが、野良猫の寿命は飼い猫に比べるとかなり短いぞ。だからね、野良猫ちゃん長生きしないんだよ。飼い猫の平均寿命、マジでこんな長いの？野良猫は餌を確保するのがそれなんだよね。でも餌をやるなって世の中から言われてるでしょ。だから猫を殺すのと一緒だよ。病気の治療もできないし、交通事故に遭う危険もある。そう。エイズとかも流行るからね、猫のエイズとかもね。特に子猫は寒い冬を越せずに亡くなってしまう方がほとんどなんだ。悲しい。これで中継編は終わりだ。でも19編、なんか問題の難易度のばらつきがすごい。全問正解ではなかなかやるな。やった。まあ、ほぼ奇跡っていうか勘っていうか。結構難しかったけど、なんとか正解できた。お前の猫愛は伝わったぞ。高橋くんからお前はかなりの猫好きと聞いていたが、本当はだったようだな。高橋くんは人間を恨んでいるはずなのに、そんなことを言ってくれるなんて。そういえば、トラの人間に何かされたことがあるのかな。ねえねえ。トラ君ちょっと尻尾が短いね。どうした？トラはどうしてここにいるの？俺か？俺はな。ただ、好きでここにいるだけだ。え、そうなの？もともとどこかのお家の猫ちゃんだったとかじゃないの？いや、俺はずっと野良猫だ。ここは雨風も防げるし、気の合うやつもいるからな。そうなんだね。みんな人間に捨てられてしまった子たちじゃないんだね。まあ、ここには猫がたくさんいすぎてちょっとうるさいんだけどな。餌の確保とかどうしてんだろうね。トロはね、ここに捨てられてしまった子猫や、ここで生まれた子猫をカラスなんかから守ってるんだよ。そうなんだよ。カラスがね、猫を、まあ、ちょっと前に親戚が飼ってた猫を、カラスがね、襲ってんの見たことがあるのよ。それ見てね、カラスってすげえなと思った。猫に、だって結構大人の猫だってんだよ、普通に。それに対してこう、なんか行くみたいな。普通さ、鳥って猫にこう、ハントされる側じゃん。それに行くっていうのはまたすごいなと思うわけ。俺はな、カラスが嫌いなんだよ。だから追っ払っているだけだ。トラはとっても優しいんだよ。ニヤニヤ。やめろ、もう俺の仕事終わりだからな。でももうやばいです。後がないよ。だってもうチュールなくなっちゃったもん。トラはとっても優しい猫ちゃんなんだね。じゃあ僕も退散するね。バイバイ。お、いよいよ最後はあなたですね。あれ、なんだか賑やかだったね。トラのクイズはどうだったかな？いや、トラくん難しかったよ。あはは。そんな調子じゃ次のクイズをクリアするのは難しいんじゃないかな。それじゃあ3匹目の猫ちゃんを呼んでこようかな。君じゃないんだね。あら、またお美人だ。今度の猫ちゃんもとっても綺麗だな。なんか緊張する。彼女はポッポちゃん。かわいいね。とっても綺麗だろ。緊張しなくていいからね。また読まれた。あなたが今回の挑戦者はあまり頭が良くなさそうだけど大丈夫？毒舌。え、見た目こんな綺麗なのに口悪くない？頭はそんなにいいわけじゃないけど、猫ちゃんのことを大好きだから絶対にクリアしてみせるよ。あら、そう。猫が好きなのと猫について詳しいのとは別の話だけどね。確かに。うん、正論。まあいいわ。早く始めましょう。左バチバチだね。ちょっと引いてんじゃん。僕はこの辺で失礼するよ。とっちゃん、あとは任せたよ。もうふざけた猫ね。早く始めるわよ。いやー、もう嫌な予感するんだけど。上級編スタート。あー、なんか、これじゃない？そうそう。これ、かわいいよね。正解を、クレオパトラが飼い猫の目尻のラインを真似して、化粧していたことが名前の由来とされている。あー、そうなんだ。うちの猫は多分こんぐらいだった。うん。正解よ。猫は生後2ヶ月くらいまでに乳歯が生え揃うわ。歯がね、ポロって落ちるんだよ。で、なんか床とかにね、歯が落ちてる。あれ見たときちょっとビビるよね。乳歯は3ヶ月後の頃永久歯に生え変わり始めて、だいたい半年ぐらいで全て生え揃うわ。猫の歯の生え変わり時期ってさ、かゆいらしくて結構噛み癖っていうか、いろんなものに噛みつく傾向があるのよね。じゃあ次の問題に行くわよ。これね、人間よりもちょい高いの。残念、外れよ。人間よりもちょい高かったはず。わあ、間違えた。やっぱりあなた頭良くない。あなた頭良くないわね。口先だけじゃない。悔しい。あれ？でも、チュールもうないよ。何かしら。いや、もう持ってないはず。今、猫チュールを持っているのですが、こちらを差し上げますので、何を言ってるのかしら。私がそんなもので釣られると思ってるのかしら。よしそう、ダメか。高橋くんだ。ポッポちゃん。それいらないなら回ってもいいかな。高橋くん？別に私はいらないからあげてもいいけど、本当に？でも、2本しかなかったはずなんだけど、あれ？違ったっけ？ポコちゃんありがとう。そのおやつばかり食べてるから太るなよ。ちゃんと1日の摂取カロリーを考えて食べないと病気になるわよ。言うてでもわからんわ。ちょっと待って。はい、人間の体温よりもちょい高いぐらいだったらもうちょっと高かったんから。別に心配なんてしてないわよ。あなたが病気になったら悲しむ猫がいるから忠告しているだけ。さすがに2回間違えたらもうダメだと思ってたんだけど、お取り込み中のとこすいません。何を高橋君とおしゃべりしているんだから邪魔しないでよ。わ。私の再チャレンジの件はどうなったのでしょうか。そんなのダメに決まってるでしょうか。やっぱりダメか。ポッポちゃんは別にチュール食べてないしな。ポッポちゃん冷たいな。高橋くん好き。チュールくれたんだからもう一度挑戦させてあげてもいいんじゃないの？ナイス高橋くんね。高橋くんが言うなら、今回だけは特別よ。ちょろいポッポちゃん。ありがとうポッポちゃん。高橋くんも。僕は何もしてないよ。次は間違えないように頑張ってね。人間よりちょい高いの。多分まあ、2個目でダメなら次ぐらいかな。これぐらいかな。残念、外れよ。もうダメだね。わあ、間違えた。あれ黒猫終わったわよ。はーい。状況はさすがに難しかったかな。猫が好きってだけじゃ解けない問題もあるからね。じゃあ、約束通り君には猫になってもらうよ。あ、いいです。猫になります。猫になったんだよな、君はね。さあ、目を開けてごらん。あれ？黒猫じゃん。しかもなんか首をしてる。いや、なんだこれ。あは。君には僕と同じ黒猫になってもらって可愛いな。なんで首をしてるの？これ私にあるの？ちょっと可愛い。言ってる場合じゃない。あは。喜んでもらえてよかったよ。これから猫として残りのニャン生を楽しんでね。でも、野良猫にするとさ、だって6年ぐらいしか生きられない。2、3年、5年ぐらいまでしか生きられない。追加始める？あ、こんなことできるんだ。ありがてえ。で、結局何度だろう？ちょい高いぐらいでしょ？あ、こっからかい。これなんだよね。人間の平熱よりちょい高いぐらいなんだけど、これか？そんな高かったっけ？正解よ。私たちは人間と比べて体温が高いわ。冬に一緒に寝るとポカポカで最高よ。それがね、うちの猫もね、布団の中入ってきたがるんです。かわいいのよ。玉ねぎです。はい。これはわかる。これは初級でいい。常識よね。チョコレートとかね。次の問題に行こうよ。猫の1歳は、ここまでないと思うけど、こんぐらいか？そうそう、まだ1歳ぐらいだったかも。5歳で、あと、20歳？正解よ。猫は1歳でもう立派な大人よ。あ、でもそうだっけ？ 2 歳ぐらいから大人のイメージだけどな。次の問題に行くわよ。こんなにあんの？ 60 分もない、40分ぐらい。猫のヒゲってそんなに？でもこれ見たらこれ6本ですよ、これ。ちょっとじゃあ、スキップしましょうか。やべえな。何回黒猫になるんだよ。猫のヒゲってそんな生えてんの？数えたことないからな。さすがに数えたことはない。でも、そんな生えてる？60本もないよ、多分。こう見て、1、2、3、4、5、6、7、8。あ、でも30本ぐらいに見えるな。30本ぐらいに見えたな、今。うん。30本で行ってみる？次。はい。食べちゃいけないのは玉ねぎですね。20歳になるらしいですよ。うん。30本。なんでーやつでいくわ。じゃあ60本で、60本もあんの？猫のヒゲは持っておくとお金が貯まると言われているが、うちの猫もね、ヒゲがたまにちょいちょい落ちるんだけど、それをね、ノートに貼って保管してます。ちょっと私のヒゲを狙おうとしてない？猫にない血液型は？AB 型かな？ O 型とかもありえそう。残念、外れよ。普通にめちゃめちゃ。なんかね、これ、前見たことがある気がする。うん、血液型の問題。でもね、見たところで、ぐらいにしか思ってないから、あんま覚えてないんですよ。これさ、一発でいける人っていいのかな？全問。で、次何だったっけ？大型かな？ B 型の可能性もある。大型？大型か。正解よ。私たちに大型はいないわ。ほとんどの猫は A 型よ。これはね、マンチカンですね。かわいいですね。正解よ。そう、たまらないですね。全身に毛がないのが、これはね、スフィンクスですね。ちょっとね、まあ、特徴のあるエジプトで飼われてるような感じの、毛のない猫はスフィンクス以外にもいるわ。ドラゴンボールのビーなんとか様のモデルになっている猫はコーニックシュレックスっていう、あ、見たことある映画のあれだよね、毛がない感じの猫のやつだよね。なんていう名前だったか忘れちゃった。スコティッシュフォールのゴールドは折れる。丸いじゃない。でも折れる。丸い。ゴールド。なんだろうね。これ、英語ができる人にはわかるんかな？ホールド。あ、ホールドだったら掴んで、ホールド。スコティッシュ自体もわからんけど。じゃあ、折れる。折れるで言ってみる。ああ、そうなんや。あ、耳がってこと？ああ、そういうことか。スコティッシュフォールドの特徴である折れ耳を表しているわ。ところで、スコティッシュフォールドの耳がなぜ折れているか。あれってなんか遺伝子の異常とか言われるよね。なんか昔人間がさ、こう、遺伝子をいじったせいで猫の耳が、みたいな。骨瘤という遺伝病が原因を。成長するにつれて骨に異常が起こるわ。骨の異常が分かりやすいのが折れ耳を。重症化すれば足にも異常が現れて足を引きずるようになるわ。なぜ病気で苦しむ可能性が高いのが分かっているのに、折れ耳のスコティッシュフォールドを増やすのかしらね。それな。やっぱり可愛いからかしら。そこなんだよ。そこにね、ちょっと闇を感じるんだよね。これで上級編は終わりよ。あー、やっとクリアできたよ。難しい問題とさ、簡単な問題の、なんか、その差が違いすぎる。まさか全問正解できるとはね、もう5回ぐらいダメになってますけど。これで猫について詳しい猫好きって認めてくれる？それは最後の猫クイズをクリアできたら認めてあげるわよ。まあ、他の人間よりはいくらかマシなようね。少しは認めてもらえたかな。そういえば、ポッポちゃんってとっても綺麗な猫ちゃんだよね。ポッポちゃんはここにいる猫ちゃんたちの中で一層放っている。何を突然、私が綺麗なのは当たり前でしょ？そうですね。こういう高飛車な猫も可愛いんだな。まあ、私はここにいる野良猫出身の猫とは少し違うわね。人間ってことを元。あ、違うんかい。ペットショップで売られていた猫なのよ。他の子たちと比べて人間の価値観でいうところの高級感があったり、綺麗な見た目をしているのは当然よ。なるほど、ポッポちゃんはもともとペットショップで売られている猫ちゃんだったのか。だから他の猫ちゃんたちとは雰囲気が違ったんだ。ペットショップ出身のポッポちゃんはどうしてここにいるの？私はね、ペットショップの売れ残りなのよ。その売れ残りの問題がね、またあるんですよ。うん。そういう猫ちゃんがね、最終的にどうなるのかっていうのはね、もう、ね。私は人間がどうしても好きになれなくてね、抱っこされるのも嫌だし、撫でられるのも嫌なの。私が育った環境はひどいものだったわ。ブリーダーの問題かな。ケージは狭いし、トイレも汚い。水だっていつ変えたものかわからないようなものを飲んでいたわ。この環境で育って人間を好きになれると思う？だからね、いくら見た目が綺麗で可愛らしくても、懐かない猫は人間も嫌なのよ。だから私は売れなかったわ。そうだったんだ。ペットショップで売れずに性病になった私はこの館に捨てられたわ。ひでえなぁ。やっとあの劣悪な環境から抜け出せたと思うとせいせいするわ。これが私がここにいる理由よ。ポッポちゃんの話は信じられないような内容だった。ポッポちゃん辛かったね。何泣いているのよ。私はポッポちゃんの話を聞いて涙が止まらなかった。良すぎる。猫を物のように扱うなんて。こんなひどいことをしている人間がいるのかと思うと悲しくなった。ごめんね、ポッポちゃん。別にあなたは何もしていないじゃない。同じ人間として申し訳ないなと思って。あなたが責任を感じることじゃないわ。あなたは私のクイズにも正解するくらい猫について調べているじゃない。違うんですよ。何回もミスってるんです。それはあなたが私たち猫に対して深い愛情を持っているということよ。愛情は持ってるけど、知識はないんです。それにね、あなたは私の話を聞いて泣いてくれたわ。それだけであなたの優しさが伝わってきて私も嬉しかったわ。おちゃん、もうしみにした話は終わりよ。さっさと最後のクイズを準備しなさい。うん。頑張りなさい。期待してるわよ。ポポちゃんありがとう。やあやあ、ポポちゃんのクイズも無事クリアしたんだね。おめでとう。いやあ、それにしてもあのポポちゃんがあそこまで心を許してくれるとはね。君もなかなかやるじゃないか。ポポちゃんは今ね、後ろでね、我が家の猫は、ブーンって言ってます。後ろでね、実況してるすぐ後ろで寝てるんですよ。ポポちゃんは今までいい人間に恵まれなかっただけだよ。そうかもしれないね。君なら最後のクイズもクリアできるかもしれないね。うん、絶対クリアしてみせるよ。不正を働いてね。このまま最後のクイズもクリアして、この館を脱出してみせる。じゃあ、最後のクイズに進もうか。最後の猫は僕だよ。え、君が問題を出すの？そうだよ。やっぱり最後はこの館のボスである僕じゃないとね。ちなみに僕にシュールは通用しないからね。バレてたの？ははは、当たり前だろ。それじゃあ早速始めようか。僕の出す問題は難しいよ。まだあるんすか？もう無理だよ。肉球編？猫は飼い主のことを何だと思ってるよ。そんなん下僕ですよ。え？違うんですか？ブッブー外れ。下僕じゃないんですか？あちゃー、間違えちゃったか。ぐぬぬ。難しすぎるよ。猫への愛があれば答えられると思うんだけどな。だって下僕ですよ、絶対。普通に嬉しそうに、プルルルとか言いながら、私の体踏んでいきますからね。そんなんさ、もう私は道ですよ、道。愛があったってさすがに答えられない。でもね、踏まれるのがまたいいんですよね。肉球のね、感触とか猫の重みを直に感じられるのが幸せなんですよ。じゃあ約束通り君には猫、あ、もう見た、これ見た。もう見た。下僕じゃないんですか？じゃあ何ですか？飼い主のことを、あ、そういうことね。あ、猫だね。はいはい、正解。猫は飼い主のことを大きめの猫として認識していると言われているよ。人間に対して恨みを持っているっていうこのストーリーはフィクションってわかるね。じゃあ言っちゃダメだよ、そんなこと。次の問題に進むよ。ね。いや、もっと前からいたと思うんだけどな。平安時代。わからん。トップ外れ。でもね、多分、江戸にはもういるでしょ。江戸にはもういる。じゃあ、弥生？選んでなかったっけ？正解。長崎の唐上遺跡で弥生時代のものと思われる猫の骨が出てきたんだ。従来は平安時代頃にネズミよけのために連れてこられたと言われているんだよ。はい。猫の和名は？和名、アジア猫かな？日本猫だったりするかな？猫の和名。日本猫かな？